はい、今日もいいいいい筆文字を書いていきたいと思います。今日はですねちょっといい文章を書こうかなと思いまして「えー、時間がないからできない」「お金がないからできない」と言っている人は「時間やお金があったとしてもできない」という、まあ、確かにそうだなと思いますあのー、やる人は「時間がないから」とか「お金がないから」ではなくて「やると決めたからやる」 ややりりたたいいいいかかららとかそういう形でやらはりますだいたい言い訳をする方はなかなかできないというのがよくこのパターンであるので、まあ、この文章、まあ、自分のためにも思ってですね書きたいなと思います。よろしくお願いします。まずバーと文章を書きます。その後にひらがなはですねひらがな集がありますのでそこで見てもらったら今ポチッと押すとこであると思いますので見てもらったらと思います。漢字をどう書いてるかっていうのだけ説明してで最後にパステルの上に書きたいなと思ってますので よろしくお願いします。あの僕,はあの僕はですね、いつもあのここつけて書くので、ここから書くと、右,左え右から書くと汚れるので、後ろから書きます。はい、後ろからですね。できないですね、できない。ひらがなです。で、あの、ひらがなも、 あのー、これちょっとま,まっすぐっぽいですけど、まあ、あのこうまっすぐにこう,こうわざとしましたあのバラバラにしたほうがいいですで大きさも全部統一じゃない方がいいですねこんな感じで大きさを変えですねあったとしても ですね漢字は大きめひらがな小さめってあ絶対ではないですけどそうするとなんかバランスよく書けてることが多いですね。 言っている人はですねはいえできないとですお金がないからですね 感じはちょっと大きめですでなんかこういう、あのー、白い部分を埋めていくっていう、まあ、そんな感じもよく,よくやります隙間をどんどん減らしていくって感じですねできないからです 時間がないからですね。これはこっちが大きくてこっち小さめというちょっとバランスを一文字の中でも書いてます。間もそうです。こっちが大きくて。後で説明しますが、こっち小さくっていうパターンをよくやります、僕は。が。こんな感じですね。これあのー 漢字の書き方だけありますひらがなはねあのひらがなであいうえおで全部上げてますのでい回見てください、えー、時間の、まあ、時間ですね時間はこっちを大きくしてですねでこれも太いとこと細いところで、えー、丸でもいいんですが僕はこうしてへこましたりとかこうしてへこましたりとか五角形とか六角形にしたりとかします でここの真ん中の線も端っこです。でこっちを大きくしたのでこっちは小さめですねこんな感じです。こうですね。例えば丸であればこういう感じこれでも全然いいと思うんですねでここに「缶」です。缶は左が大きくしてですね右が小さくですこんな感じです。 こういう感じで、モンガマや僕は結構やってますね。かんですね。次は、金か。金ですね。金もいろんな書き方を僕してます。今回は、こういう感じですね。太いとこと細いとこうやりながら、こういう、あの、ここの部分を、たここの部分を作ってますね。で、この中に全部入れちゃうみたいな感じです。この中に。あとは、 これもよくやります。こうしてね。普通に書くパターンですね。これもやります。でも今回は、こういう感じで、ネですね。はい。あ、漢字2つだけですね。もうこれで時間、あだ軽く、軽く、ひらがなやっていきます。軽くですね。がはですね、太いから始めて細くです。であと、点点点です。 なはここだけ太くてくるってやって上から回してこれ、まあこの辺の詳しいのはあのひらがなしてみてくださいいはこっちだけ太くて細くですかやりましたねらはここだけ太くて細くから最後太くですではここが太くて細くですきも上が太くてあと細くですねなやりましたいやりましたかやりましたおですねここが太くて ここの時も真ん中じゃなくて右寄りですね。とここだけを太くて細くです。あ漢字ありました。1点のいいですね。これやります。ぐるっとやってもそんなかん難しくない。ここ太く細くです。あと細く。ちって短くですしかも。でここはあの細く始めて最後太くです。 ここ最近つなげてません。結構開けてます。こんな感じですね。ってですね。ーで,です。ーは、まあ、今回ちっちゃいーだからあんまやってませんけど、上が太くて下が細くですね。ルーは頭でっかいです。ここが太くて、あとは細くです。ここが太いっていうパターンですね。あえー、また感じありました。人。下から行って、太いから細くです。 結構ありましたね見逃してました。これだけでしでねは、ここ太くて上から回してこれですね、はい。や、太くから始めて細くです。た、ここだけは太くてこれだけです。し、太く始めて細くです。も、今回は太く始めて最後も太くしました。 最近僕ちょっと増えてきてるのは細くから始めてここだけ太いもんがこれが増えてきてます、はい、今日のものは先ほどはこうやってこんな感じになってますねはいこうやって全部いってるかなななーもいってますねいいもんはいこんな感じですじゃあパステルの上に書いていきたいと思います パステル僕は少し指に塗ってやってます。これ本来は違うんですが、もうあのー、これだけでも十分色出て可愛らしくなるのでこうしてます。まあ,あの本格的にパステルする方はね、ちゃんとパステルの、あのー、学んでください。だ時間短縮でパッと描くにはこれで十分バッグの色が塗れるので。でこの あの色が入るか入らへんかだけで全然変わるんですですのであのー、人にあげるときにねちょっと時間あるときはこうしてパステル入れるだけで変わりますさっきのねはこうパステルなしでこうやってこんな感じがパステル入るだけでだいぶ変わりますじゃあいきますできないですね あ、これ逆から書いてますちょっと牧樹足しますねあの僕はあのペンテルの筆ペンにですね牧樹をつけて書いてます 先ほどあーっていう字いってませんでしたね。あーは結構あの大事なのでありがとう。とかでも使うのでごめん。先ほどやってませんので、あのひらがなのやつで見てください。 時間やお金がですね、漢字が大きく、ひらがなは小さくっていうバランスを結構使います。時間ですね。で、ひらがなでちょっと小さめです。お金が これはここの部分をちょっと空間を消すためになくすためにこういう形にしてます。いっている。でどちらかというとキュッとしてます。この間はあんまり開けずに書いてます。 できないとですねお金がないからですね できないからできないからですね。できないからですね。時間がないか。これなんか文章おかしいですね。えー、時間がないから。 出来、ね、がいらなかったですね、えー、時間がないからできないからじゃおかしいですね。僕なんか文章が一刻おかしいですね。時間がないからできないからここで気づいてしまいました。えー、ここから作ります。 いけるかな。ゴーイン。はい、できた。はい、これでいきます。 強引に言っちゃいましたが。時間がないから、お金がないから。なんか文章を書ました。時間がないから、お金がないから、できないと言っている。あ、そう、思ってますね。時間がないから。 お金がないからできないと時間がないからお金がないからできないと言っている人は時間やお金があったとしてもできないあお合てますねちょっと時間かかってしまいました後半に、えーまあ、ただこうあのアジュナルも実はこういうこと結構できるんですこう太い細いがあるのでここに太いものを持っていくだけで イメージがが変わってくるといいうかか時間がないからできる一応、パステルが入ったときと入ってないさというと、入ってなかったらこんな感じでね、入るだけでこう、ちょっと柔らかくなるというか、できなってきたと思います。で、あとは、最後のこれがなぜできるかというと、太いとこと細いとこのさがあればあるほど面白いんです。ということで、こうして強引にこういうことができたということです。まあ、いい例かなと思って、このまま今回は流していきたいと思います。こういうこともできちゃうということですね。よろしくお願いします。 あと、こういうあの味のある文字が好きだよとか、いいなと思う方はですねああの、チャンネル登録とかしてほしいんですが、あと書いてほしい文字とかあの、言葉とかあったらコメント欄に書いてください。その、えー、コメントを見てですね、僕の方で書かせてもらって動画を上げさせてもらいますので、またその動画を見て、真似して書いてもらえたらと思います。ちょっと最後、ちょっと焦ってしまって、だいぶ喉がカラカラでカスカスになってますけども、えー こういうね、あの文字好きだなとか、あのもっともっと見たいなとか、あのー、私も書きたいなって方はですね、ぜひともチャンネル登録と高評価してもらえたら嬉しいです。今ちょうど他の動画が紹介されていると思いますが、そこに丸いところがあると思います。そこがチャンネル登録できるところなんです。 そこポチッとしてもらえると嬉しいんでよろしくお願いします。ぜひともじゃ、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日はちょっと強引なところもありましたけど、こんなこともできるっていうのは一つの、まあ、例なので、これも参考にしてもらえたらと思います。以上です。